こんにちは、はすみです。本日はマックスウィンさんのトリプルカメラドライブレコーダー、こちら DVR-D002B の紹介をさせていただきます。早速今回のドライブレコーダーがどのような方に向いているのかお伝えいたします。カメラがフロント、リア、車内を映し出すことができるカメラが搭載されておりますので、前後の映像はもちろん、2019年夏の常磐道煽り運転からの暴力事件となった、そのような事故などもしっかりと録画することができます。ドライブレコーダーはマイナスのイメージと関連付けされることが多いですが、今回の商品では旅先への道中の楽しい様子を残すこともできます。2インチモニター搭載で録画された映像を確認でき、 GPS 内蔵で時計合わせの手間いらず、走行経路なども見ることをできる商品となっております。ちなみに別売りの常時電源 CAB-DVR-05 を利用することによって、走行中はもちろん駐車中もしっかり監視することができます。それでは今回の商品のセット内容を確認していきましょう。まずは本体。本体を固定するための土台および予備の両面テープ、リアカメラを固定するための土台および両面テープの予備、取扱説明書、しっかりと日本語で書かれております。リアカメラ接続用のケーブル、シガーソケットタイプの電源コード、こちらミニ USB となっております。ミニ USB ケーブル、パソコンと接続することによりまして、ストレージおよびウェブカメラとして認識します。結束バンドおよびヘラ、それでは今回の商品のカメラ性能を確認していきます。フロントカメラは500万画素、水平111度まで対応、視界が111度に広がってますよというイメージとなります。この111度の視野角というのはドライブレコーダーの中では標準的な視野角となっております。車内カメラは200万画素、水平115度の視野角となっております。リアカメラは200万画素、水平117度という形で広い視野角を持っております。今回のドライブレコーダーは3つ全てのカメラにスタービス技術が搭載されております。スタービスは監視カメラ用途に開発された、高感度高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術搭載の CMOS イメージセンサーとなっております。簡単に説明しますと、暗い場所での映りが強化されているということになります。そして最近のドライブレコーダーでは、ついてて当たり前の機能となっております HDR 対応となっております。イメージしやすいお話をさせていただきますと、夜間ヘッドライトが前にいる車のナンバーを照らして見えなくなってしまうのを抑制するような効果となっております。あとスーパーキャパシタ搭載となっておりまして、電源が急に切れてもちゃんと最後の映像が記録されるような形になっております。それではパソコンにつなぐとどのようなことができるのか確認していきたいと思います。こちら差し込み口の方は下、5V インと書かれてある方にこちら端子の方を差し込みます。そうしますと電源が自動的に入ります。ちなみに上の端子も刺さってしまいますので、差し間違えないように気をつけましょう。パソコンと接続しますと、ディスク、PC カメラという表示が出てきます。まずディスク、こちらで OK しますと、マイクロ SD カードの中のデータを見ることができるようになります。それでは続いて PC カメラの方にしますと、ウェブカメラとして認識されます。このような形ですね。固定用の部品がないので、手持ちもしくは何かに支えてもらって撮影するような形にはなるのですが、ウェブカメラとしても利用することができます。それでは簡単にではありますが、取り付け手順の方を確認していきましょう。今回利用するのはフロントカメラ、リアカメラ、あと付属で付いてきたヘラ、あと私はリアまで配線を引き回す場合フロアを通しますので、こちら DVR-CAB-09-USB と呼ばれます 9m の配線を利用いたします。そして電源部分のお話になるのですが、本来はシガーソケットから電源を取ります。常時電源には対応しておりませんので、常時電源のユニットの方も提供いただいております。 CAB-DVR-05 となります。こちらに関しましては、常時電源、アクセサリー、アースを取ることによって
常時電源をドライブレコーダーに供給することができます。ただこちらの商品ちょっと配線加工が必要となりますので、配線加工の経験がない方にはちょっとハードルが高い商品となっております。今回の作業に関しましては、常時電源とアクセサリー電源にギボス端子のオス、アースにクワガタ端子を利用していきます。これで準備の方ができました。それでは取り付け前には必ず動作確認を行ってください。すべての商品を接続いたします。最終的に常時電源のケーブルを利用するのですが、今はシガーソケットで電源の確認を行います。シガーソケットを挿しますと、ここがまずはピンクおよびホワイトに光ります。で、画面が出てくるまではちょっと時間がかかります。で、こちら画面の方が出てまいりました。それでこちら SD カードを挿入してくださいと表示が出ますので、マイクロ SD カードを挿入します。ちなみにマイクロ SD カードの出し入れに関しましては、電源が切れている状態で出し入れしてください。電源のオンオフはこちらのボタンで行えます。それではこちら改めてカメラがしっかり映っていることを確認してください。こちらが総合画面になってまして、この右側のボタンを1回押すと、フロントカメラの映像、車内カメラの映像で、リアカメラの映像という形になります。それではまずこちらフロントカメラの方を取り付けていきたいと思います。上のこのフロントガラスにおける 20% の面積の中につけてあげてください。まあ、理想の位置としてはこの辺りなんですけど、ちょっと先客がいますので、その隣につけたいと思います。それでこちら取り付けるにあたりまして注意点があります。こちら上下ありますので、こちら爪が上側に寄ってるようにつけてください。これ逆さまにつけてしまいますと取り付けが逆さまになってしまいます。それで取り付ける前にはシリコンオフや何か脱脂できるものでしっかりと脱脂してから貼り付けてください。それではこちら脱脂ができましたので取り付けていきます。こちら位置をこうしっかりと見定めていただきまして、この辺ですね。これで取り付けができました。かなり強力ですので、取り付けるときには注意を払って取り付けてください。そしてこちら本体の方を取り付けていくのですが、本体に関しましてはカメラが左右と上下に動きますので、多少取り付け角度がおかしかったとしても調整は効きます。でもなるべくこの上の縁と平行になるように取り付けてあげましょう。このような形で本体がまず取り付けができました。あと配線に関しましては他の動画を参考にしてください。それでは続いてリアカメラを取り付けていきます。リアカメラに関しましてはワイパーで拭き取れる範囲にカメラを取り付けてあげましょう。今回は真ん中に取り付けます。それではこちら土台の方を取り付けていきます。この土台に関しましては電熱線を基準に貼り付けていただくと良いのですが、電熱線の下ではなくて上に来るように貼り付けていただけると良いです。貼り付けていただきましたら、こちらカメラを設置します。で、この線より上にした理由といたしましては、こちらカメラを取り付けた時に、そのカメラの視界に電熱線が入らないようにするためです。ではこちら、差し込めまして、配線経路に関しましては他の動画を参考にしてください。それでは常時電源ユニットを取り付けていきたいと思います。配線はすでに加工済みとなっておりまして、あとはつなぐだけとなります。今回つなぎますのが、シガーソケットのヒューズからアクセサリー、ルームランプのヒューズから常時電源を取ります。アースに関しましてはキックパネル裏から取ります。それではまずアクセサリー、このような形になります。続いて常時電源、このような形になります。そしてアース、これで電源を取ることができました。それでは走行映像を確認していきましょう。フル HD よりも高画質の WQHD で細かいところの描写がしっかりとなされております。色の表現力も目視に近い色が出ていると思います。リアカメラはフル HD、 現在の一般的な解像度、視野角が広いので後方の車が小さく見えております。車内カメラは窓が大きいためか、側面の状況も分かりやすくなっております。
こちらはデジタルインナーミラー MDR-A001B との比較なのですが、解像度では今回のドライブレコーダーの方が良いのですが、若干明るいところが飛んでますね。それでは続いて夜間映像です。ノイズが少なく見やすい映像となっております。後方もしっかりとライトや建物が映っております。車内映像も赤外線ライト搭載で、明かりがなくてもしっかりと様子が確認できます。MDR-A001 との比較では色がしっかりと出ており、車の色を確認することができます。ヘッドライトが当たることによってナンバーの白飛び現象では、今まで試した商品の中で一番白飛びがなかったです。続いて専用ソフトを利用した表示なのですが、データを読み込むことによって3画面すべてが映し出され、走行ルートも分かるようになっております。別売りのコードを利用した駐車監視なのですが、常時録画、タイムラプス、動態検知があり、動態検知に関しては車の前でうろうろしても録画されなかったので、常時録画かタイムラプスがおすすめとなっております。今回の総評といたしましては、新しい商品が出るたびに画質が向上している、車内カメラが可動式なので良い、別売りではあるが選べる駐車監視機能があるのは良い、ちょっと難点なのは物理的に大きいというところがマイナスポイントとなっております。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。今回のこちらのドライブレコーダーを利用することによって、前後はもちろん車内の様子までしっかりと記録することができます。万が一窓が開いてて車内に危害を加えようとしたり、もしくはまあドアを無理やり開けたりとか、そういった映像もしっかり残すことができます。こちらの商品気になった方はぜひ概要欄の方を確認してください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイア α-Z に関する商品紹介及び作業手順を紹介しております。ぜひ気に入っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。